栃木県道22号対策宇都宮線は、栃木県日光市から宇都宮市に至る県道である。日光市南東部の大沢地区から宇都宮市国河本地区を経由し、宇都宮市市街地に向かう道路である。全線が国道119号日光街道に並行しており、国道119号渋滞時の宇都宮、今市間の抜け道としても利用されている。 宇都宮市域では、新里街道及び君長塚街道とも呼ばれている。中世から近世にかけては、松原から中都斎、東方木宝木、細谷、宝木本町、新里町南部までの区間に、本道路の元となった新里街道が通っていた。その後、同区間には1899年に、野州人社鉄道により、鉄道路線が付設され、 その後、宇都宮石材軌道への合併により、沿線には戸祭出張所、江原出張所、君長塚出張所が置かれた。最後は、東武鉄道の所有となり、大谷軌道線新里、徳次郎枝線が1932年に廃止となるまで、同鉄路を経て、新里石の搬出の他人の輸送も行われた。昭和以降は、路線バスが公共交通機関として、 人の輸送を担うこととなり、現在、宇都宮市内の本道を走る路線バスとして、関東自動車が JR 宇都宮駅と本路沿線のロマン、チック村間を結ぶ便を運行しており、宝木町北区間で本路線を走行する。当初は、日光、宇都宮市境付近のクリアサーダムまでの路線も存在した。なお、沿線には、関東自動車ゴマ製営業所細谷社子が所在し、 若草町内のタンク間ではあるが、細谷車庫 JR 宇都宮駅間を結ぶ路線バス、清吉中細谷線も走行している。現在、北部区間ほど古道沿線の雰囲気を残しながらも、南部区間ほど宅地化が進んでおり、交通量も増加している。日光市、井の倉付近宇都宮市、新里町付近宇都宮市、細谷町付近。ありがとうございます。